史跡、富田の一律化後の、碑東海道富田の一律化は、三重県指定の史跡。江戸時代の東海道の一律化の一つで、桑名塾と四日市塾の中間の富田六号の東、戸田村に位置した。所在地は、三重県四日市市戸田三丁目二十番地。一律化後石部三すそばの小川に架かる橋は、一律化橋、と名付けられている。後方、 柵の向こうに見える高架は近鉄名古屋線。一律家は昔、街道の両側に一里ごとに土を盛り上げて、えのき等の樹木を植えて、旅人の目印にしたものである。江戸時代、五街道を中心に整備されたものがよく知られる。富田の一律家の歴史は古く、1582年に伊勢国を支配していた。 織田信長が36丁部を一里として定めて塚を建設し始めたのが由来である。徳川家康も東海道53時のルートに1604年より順次一里の間隔の一里塚を設置した。東海道富田の一里塚は、友明郡の富田六号東と田村の外側の外れに立地していた。現在は、史跡と田の一里塚跡の石碑が建設されている。 富田の一律家は、東海道の街道の両側に相対して3メートルくらいに、どもりがされていて、山手側にエノキが1本と、松1本と、反対側にエノキが1本が植林されていた。この木陰で、旅人が旅の疲れを癒していた。近代化した明治時代以降は、鉄道や道路などの交通機関等の発展により、ほとんどの一律化が取り除かれてしまい、 四日市市においても一律家の面影を見ることができなくなった。古い時代の地図や古文書など文献によると、四日市市内には以下の一律家があった。これらのうち、富田と日長の跡地は三重県の史跡で、富田は1937年11月に指定されている。日長一律家跡は1938年4月の指定 AB、富田の一律家跡 守ろう。生かそう。三重の文化財。情報データベース。三重県教育委員会事務局社会教育。文化財保護課。2021年6月8日閲覧。ふるさととだ25ページ10行目26ページ行目。ひなが一律カード。守ろう。生かそう。三重の文化財。情報データベース。三重県教育委員会事務局社会教育。文化財保護課。 2021年6月8日閲覧、ありがとうございます。